こんにちは、土の子です。さあ久しぶりにね、ポケットモンスタースカレットの方やっていきましょう。レイドにすごいポケモンが出てるらしいぞ、ということでやっていこう。さあ今回使うポケモンなんですけど、なんかミライドンがすごく使えるらしいけど、僕は残念コライドン側なんでね、スカーレットで、ということでハラバリーを使ってジュナイパーやっつけていきましょう。あ、よく見たらこれテラスタイプゴースト、あれだ、光ってるテラスタイプがランダムのやつだ。ということで、これは使えません。よし、こちらも、特性まず変えていきましょうか。 いろいろねやることがあるので、よし、これで、使います。特性パッチ、ほい、ちょっと待って、あ、ぜ、ダメ、絶対ダメなやつになっちゃった、もったいなやっちゃった、特性カプセルももう使えなくなっちゃった。ちょっともう一体あったかな、腹張り。ちょ、このズピカでいけないかな。ちょ、ズピカで、雷の石使って、ミスったら大変ですね、これ。雷の石使う。いやー、大変ですね、ほんと。知識のない人がやるとね、こうなりますから。特性パッチをね、一つ無駄にしました。で、腹張りで電気に変えるじゃないとダメなんだよ。オッケー。あー、オッケー、特性電気に変える。助かったー、セフセフ。で、控えめミントで性格を控えめにしますと。で、レベルを100にしていきましょう。よし、99になりました。リゾチウムが結構あるので、リゾチウム使ってあげちゃいましょう。リゾチウムが25。で、知力の羽を使って、よし、これで特攻はまずいけ、大丈夫です。で、特防をちょっぴりだけ上げときましょう。4つだけ。で、これで、HP のやつを上げれば OK ってことですね。で、僕、マックスアップは全然ないので、こちらはちゃんとね、アイテムを装備させてからいきましょう。パワーウェイトを持たせると。そして、いつものですね、ラッキーで北3番エリアでやっていきましょう。技マシンでアシッドボムなんだよね。アシッドボムを、あ、持ってますね。アシッドボム持ってる。で、もう一個が、パラボラチャージ、卵技じゃねえか。ちょっと待ってよ、くそー。いやー、知識がないとね、こういうことが起こりますから。卵技だから、デデンネがパラボラチャージ覚えてるらしいんで、孵化させなきゃダメですね、卵から。デデンネを覚え技とかでいけるのかな。あ、あるあるある。よし、ちょっと待って、頼む、これ女の子で会ってくれ。カラフシティのデリバードポーチにモノマネハーブってやつがあるらしい。カラフシティ限定らしいよ。やべえな、マジで。ああ、ほんとだ。モノマネハーブ、こちらですね。一度だけ、相手の能力上がったとき、真似して同じように能力を上げる。これを、いいのかな？これを買う。いやお金が必要ですね。さあ、そして、覚えたい側のポケモンに、持たせる。はい、技を忘れる。ウェザーボールとか忘れちゃいましょう。よし、これで枠を開けました。そしてピクニックをすると、これで大丈夫ですかねこれでやってくれますか2人で寝ちゃったけど大丈夫これ時間経過でらしいんで、そのまま放置します。どうだろう、できたかなあら、かわいい、あら、かわいいねあ、入ってる入ってるよかった入ってた入ってました、パラボラチャージ、助かったこれでアシッドボムを覚えさせる。これで、パワーウェイトを、パワーウェイト持たして、これですね、遭遇ノーマル。
よし、 HP 上げ終わりましたということで、最後銀の王冠で全部強くしていきます。フリッジタウンに行きましょう。よし、この人ですね。頑張ります。頑張ってください、ハラバリーさん。銀の王冠6個あるので、まず HP、 攻撃以外ですね。攻撃以外を、はい、やっていきます。よろしくお願いします。銀の王冠なくなっちゃった。はい、腹張りめちゃめちゃ強くなりました。はあ、疲れた。もうおじいちゃんになっちゃうとこだったよ。よし、そしたらば、最後ですね、メトロノームを装備させていきましょう。ここですね、発光シティのデリバードポーツにあるらしい。これですね。あ、僕持ってないわ、メトロノーム持ってなかったんだ。LP で払っちゃいましょう。メトロノームを、装備させていきます。よし、これで完璧。ようやく出来上がった。よかった。卵技っていう時は絶望したけど、まさかの卵を産まなくてもできるようになったんだね、今。助かる。ということで、ポケポータルでインターネットでね、更新させて、ジュナイパーと戦っていきましょう。さあ、勝負です。いきましょう。出ました。よし、一人で挑戦いきます。腹張りメトロノームで行ってみましょう。よろしくお願いします。いや、1時間以上かかったよ、もう。卵技だったりなんだり。いやー、疲れた。ジュナイパー様、よろしくお願いします。出た。アシッドボム投げて、パラボラチャージでずっとやっていくって感じですね。さあ、アシッドボムやっていきましょう。さあ、充電しちゃいますからね。はい、2発アシッドボム打ちます。さあ、それではやっていきましょう。フェザーダンス。あとはパラボラチャージ。おお、やば、強っ。いけ。これでね、回復するんで。ブイーン。はい、完璧。はい、完璧。さすが、さすがお強い。さすが、みんなが考えた、みんなが考えたパラボラ、パラボラチャージ。もうね、昔から有名でしたよね、パラバリは。おー、いいぞ。さあ、あとはテラスタルができるようになったら、テラスタルもしてずっとパラボラチャージですね。いやー、さすが強い。後ろのあのマークは何なんだろう、やばいマークかな。よし、余裕です。最初ちょっとやばかったですね。おお、やばいやばいやばい。剣の前もしたよ。あ、待って、テラスタルできるんで、テラスタルしましょう。こっちもいけ、テラスタルだ。テラスタルパラボラチャージ。もうね、アシッドボム使っても確かテラスタル中はね、下がんないんで、まあ、あとは地道に削っていくだけです。はい、危ない。危ねえ、危な。よしよしよし、いいぞ。よし、いいぞ。体力しっかり吸い取れる。
うん、痛い。危ないぞ。さあ、まとは間違いないようにしっかり腹張り。おい大丈夫か、ちょっと。おい、ふざけんな、ちょっと。嘘だろ、やられちまったじゃねえか。剣の前強いっすね。うん、これ大丈夫ですか。これあらあら、ちょっとこれちょっと怖いですね。あれ、これちょっと怖い。危ねえ。ちょっと怖いですね。急に怖くなっちゃったよ。さあ、パラボラチャージで今充電していきますけども、あー、やばい。ちょっと待って、やばい。これ赤いやないか。ちょっとこれはあかんですよ。やり直しかなって。いやなかなかお強いですね。あそこ死んだのがやばかったね。おかしいな、スピードをマックスしてるんだけどな。いやー、やられちゃった。いや、やられたらダメなんでね、メトロノームなんで、どんどん強くなっていくはずなんですけど、途中でやられたらダメっすね、これは。間違えないで、しっかりパラボラチャージを。ふざけんなって、だからマジで。ねえ、何これ。いや、もう時間ないよ。最悪、ほんと。ちょ、勝たせてくれよ。やばすぎる、ほんと。ちょっとマジ無理なんだけど。もうほんとやめて、もう。ふざけんなよ、ほんと。躊躇やめて、マジで。いやー、まずもうこれでいけないかな。これでアシッドボムが効いたので、もうちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと頼むぜ。もう変な急所に当たったりしないでくれ。パラボラチャージをずっと打たせてくれ。頼むから。お願いします。解除させてくれ。もう早く打たせてくれ、僕に。はいよ。手だぐりで大丈夫だよね。よし、パラボラチャージで、これで、ウィードン。よしまさかの全然良くない、ダメだと思ったんだけど、いけそう。うん、もう大丈夫だから、もう早く打たせてくれ。早くテラスタル解除できたの、めちゃめちゃ良かった。ワンチャンあるパラボラチャージでもうあるよ、これ。あー、倒せる。あと一発。さすがにもう大丈夫でしょ。いやー、アシッドボム一旦やられてから撃ったのが一番良かったね。あれで結構食らわせられたんで、あー、倒せました。全然簡単じゃなかったんだけど。え、倒してないの。もう倒したでいいじゃんね。もう倒したでいいじゃん。なんでちょっとミリで残ってんの、ちょっと。もう倒したでいいじゃん。はい、倒しましたね。
反動のダメージでやられてんじゃねえかよ。出来すぎくんみたいな顔して本当。ああやっとやっとですわ。やっと勝てたわ。ほんときつかった。全然簡単じゃなかったです。全然簡単じゃなかったです。ふぅ、やったーやったー。特製カプセル、うん、テラピース飛行がいっぱい、特製パッチも出ましたね。はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、ようやくジュナイパーを仲間にすることができくるっくる。あー疲れた、もうもう喋ることないわ。皆さんも、ジュナイパーね、マルチとかでやってもいいかもしれないです。あとミライドン持ってる人はね、バイオレットの方だとミライドンでやるとなんかすごくいいらしいです。僕は腹張りでやってね、もう卵技は知らないわね、ろくなことが起きませんでしたけども、なんとかなんとかもう5回ぐらいやり直したかな、勝つことができました。皆さんもぜひゲットしてみてください。それではツチノコでした。あー疲れた。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。